計判断、ここはエッジを狙うようです。接点でのこう検討、あるいはこうメッシュサイドでのワッサン検討というのが出てきましたね。いろんな選択肢がありますが、その中からサインプレーを選択しました。タッチを狙わず、ペナルティーゴールも狙わず、サインプレーからのこの攻撃です。あ、そして関東学院がボールを取っています。関東学院丸内自ら走っていきます。かなり頻繁に攻撃が移り変わっていきます。そうですね、関東学院のボールに対する働きが非常に早いんでですね、奪い返すケースが多いですね。早いし上手いですね。あの立ってるプレーヤーの下で奪い返しているわけですから、はい、この辺りがゲインライン、どっちのボールになるのか。今関東学院がディフェンスラインを引いています。プレーヤーがなかなか止まりません。追いかけたい山口、山口のタックル、まさにですね、フリースペースはできている、大きく増えるか、ディフェンスがいません。右に大きなスペースがありました。関東学院のチャンスですね。まさに右サイドチャンスです。2対1、勝ち切った。山岡早稲田選手のトライ、中央に回り込んで山岡入った。今のは勝負、後半14分、5点を追加、13対11、流れを変えるとは言えるのか。あえて今トライを取った選手、隅にではなくてゴールの裏側まで回り込んで今グラウンディングしました。長い長いプレー、選手ゴールキックが入りやすいように2点を取れたんですね。早稲田14番の山岡のトライ、この頑張るか頑張らないかっていうのも大きいですね。そうですね、こういうあのクロスゲームがありますと、中山君らしいですね。内に行って外に行って時間を稼いで、このこの時にタッチされてもボールをしっかり出すんですよね。これはちょうどホームスタンド側のポイントになります。そうですね、この展開早かったですね。これでもう一度ポイントを作るんですね、はい、でこの後ですね、山下君はですね、外に行ってもいいんですけど、内に入って外側のスペースをあえて作りましたよね。戻りきませんでしたね。この後はみんな外展開ですね。縦にまっすぐ走ってます。そして最後は1対1を振りほどいて、グランドの端の方ではなくゴールの裏側まであえて回り込んで、そしてこの非常にバスタの選手がですね、グラウンドの幅を考えながら内側内側に捕まっていって外に放りましたね。追いついた早稲田、12年ぶりの王座奪回に向けて、ここでチャンピオン関東に追いついた。もう一度見ましょう、はい、早稲田も前半からなかなかチャンスを生かすことができませんでした。そうですね、早稲田は本当にずっとプレーを連続しましたし、ね、ポイントごとにしっかりボールを取って攻撃を継続しましたので、いいあの彼らのパターンでですね、トライが生まれましたね。今年の早稲田らしいトライが生まれました。しかも非常に早稲田の出足が良かったので、関東学院もディフェンスも戻りきれずに反則が多くなりました。